前立腺肥大症とは、加齢とともに前立腺の内腺の細胞数が増加し、肥大化する疾患である。前立腺は尿道を取り囲むように存在する。ここが肥大化すると尿道が狭まり排尿困難に陥りやすい。前立腺は解剖学的に膀胱の下で尿道を取り囲む臓器である。前立腺から分泌される前立腺液は精液の構成成分で、体外に射精された精液中の精子を保護し、エネルギーを補充する働きがある。年齢とともに生殖能力の要求値は低下し、前立腺は萎縮と肥大の二者択一となる。昭和30年代頃の日本人男性は、ほとんどが前立腺は萎縮していた。食生活の変化などにより、現在の日本人男性は 80% が80歳までに前立腺肥大症を呈する。罹患率は加齢に比例増加して50歳代で急速に増加する。組織学的な前立腺肥大は30歳頃から始まり、50歳で 30%、60歳で 60%、70歳で 80%、80歳では 90% に見られる。前立腺の肥大に排尿症状を伴う治療を要する臨床例は本症状の4分の1程度である。加齢、肝硬変、家族歴、高血圧、高血糖、肥満、脂質異常症、メタボリック症候群、喫煙、飲酒、性交渉など多様な要因が疑義されるが判明していない。発症は未解明だが、中高年以降に男性ホルモンを含む性ホルモン環境変化に起因すると考えられる。野菜、穀物、大豆などのイソフラボノイドに発症抑制効果があるとする説も見られる。人種や地理的要因が優位で、東洋人が低く、次いで白人、黒人の順序で発症頻度が高まる。緑黄色野菜の摂取量に起因するビタミン類、脂質、タンパク質などの過不足と発症率の相関、社会的環境や肉体的特徴による発症傾向、既往症や合併疾患の関連、血液型、食事内容などそれぞれに肯定と否定の諸説がある。肥大した前立腺による症状は、尿道閉塞に起因する排尿困難や、膀胱の機能変化に起因するものなど様々である。前立腺肥大症は、溢流性尿失禁排尿障害による尿漏出の原因疾患でもある。診断のためには、排尿障害の程度、前立腺の大きさ、前立腺がんとの区別が必要になる。尿検査超音波エコー検査尿流量測定、ウロフロメトリー検査残尿量測定検査、血中 PSA 検査行肛門直腸診=肛門から指を入れ、直腸越しに前立腺を触診する、血清クレアチニン症状を自覚しても日常で不便がなければ治療を要しない。日常生活に支障する場合は、体力や社会生活などに応じて日帰り手術など様々な治療法が選択される。外科的治療で尿道閉塞を解消した後も約3割の症例で症状は解消しない。内服薬注射薬高温度治療レーザー、光線治療電気メス治療回復手術民間療法、ノコギリヤシ5歳以上の犬で見られることが多い。原因として加齢に伴うアンドロゲンとエストロゲン分泌の不均衡が考えられ、食欲不振、体重減少、血尿、排便困難を示す。治療には、精巣摘出術や、抗アンドロゲン製剤の投与が行われる。ありがとうございます。